日本テレビによるイベントプロレス中継70年史ザ・日テレプロレスが9日東京後楽園ホールで開催された。本大会は同局が1954年2月19日東京蔵前国技館で行われた力道山木村正彦対シャープ兄弟の一戦を初めて生中継してから70周年を記念して開催された。日テレのプロレス中継にゆかりのある全日本プロレス、プロレスリングの輪からトップ選手が参戦。会場にはかつてのプロレス中継で名実況を生み出してきた徳光和夫氏や福澤明氏らがゲストとして登場した。場内スクリーンで歴代の名勝負の数々をアーカイブで振り返る盛りだくさんのイベントとなった。さらに大会の開会宣言には立ち会い人として小橋健太と武藤敬司が登場。二人で大会名を叫ぶと小橋が行くぞ、武藤がいやーと決め台詞で会場を盛り上げた。昨年8月にこの世を去ったテリー・ファンクスさん、同年79の追悼コーナーでは今年レスラーデビュー50周年を迎える大仁田敦史66と共に米テキサス州アマゲドのテリーさんの自宅で合宿生活も送った淵正信70の2人がリングへ。